オープンカラムクロマト管を用いたシリカゲルカラムクロマトグラフィーカラムクロマトグラフィーは化合物の生成法の一つ。筒状の容器に充填剤を詰め、そこに溶媒に溶かした反応混合物を流し、化合物によって充填剤との親和性や分子の大きさが異なることを利用して分離を行う GPC や HPLC もカラムクロマトグラフィーの一種であるが、通常カラムクロマトグラフィーという場合、シリカゲルカラムクロマトグラフィーのことを指すことが多い。固定症の流刑が小さいほど、理論段数が高くなるが、挿流抵抗は大となる。主にシリカゲルカラムクロマトグラフィーでは、移動症の挿流方法でと呼び分ける。カラムは、長さ5 0トルほど、内径 40mm ほどのガラス製の筒が、 一般的だが、大きさは様々である。カラムの出口は細長く、途中についているコックで流速を調節する。重填剤には、基本的に、シリカゲルを用い、シリカゲルは酸性であるために酸に弱い化合物が分解してしまうという欠点がある。そのような場合には中性シリカゲルやアルミナを用いたり、展開溶媒に塩基を加えたりすることもある。シリカゲル状で分解するかどうかは、 二次元 TLC で予測する。すなわち正方形の TLC の隅にスポットして展開し、横にして再度展開すると分解した化合物は RF 値が変化し、対角線以外にスポットを示す。展開溶媒は欲しい化合物と他の化合物との TLC の RF 値が十分に分かれる条件のものを用いる。一種類の溶媒のみを使うこともあるが、 一般にはいくつかの溶媒を混合して適切な RF 値を達成するように曲線を調整する。よく用いられる溶媒系は平サ酸酢酸,酸エチル、ヘキサ酸マイナスジクロロメタン、クロロホルムマイナスメタノールなど。また、途中で混合溶媒の比率を変えることで RF 値の小さなものも流れてくるようになる。これを俗にグラジエントをかけるといい。 目的物が拡散してしまう前に流出させて分解能を保つ効果も期待できる。曲線が同程度であっても用いる溶媒によって RF 値は変わるので分かれにくい時は別の溶媒系も試してみるとうまくいくかもしれない。カラムの出口の内側にダッシュ面を詰める。入り口から丸めたダッシュ面を入れ、細長い棒などでコックの入り口側に詰める。カラムを出口を下にして、 円直に固定する。展開溶媒を適量入れ、径が一定になるところまで生み砂、または炭酸ナトリウムなどを詰める。この時面が平らになるように注意する。別の容器にシリカゲルを適量取り、展開溶媒を入れてよく混ぜる。汚にゆっくりと面が崩れないように入れる。以下では展開溶媒を補ったり、流速を遅くしたりして、 展開溶媒の液面を常にシリカゲルより上に保つ。溶媒が枯れると、シリカゲルに気泡が入り、分離能が低下してしまう。展開溶媒を流しながら、カラムの側面を手で叩くなどして、シリカゲルが密に詰まるようにする。カラムの出口の机からの高さを調節する。で、容器に流出液を取り分けるとき、カラムの出口が確実に容器の内壁に当たり、また容器を容易に取り替えられる。 高さが良い。カラムの中の展開溶媒が、シリカゲルの面ギリギリになったら、少量の展開溶媒に溶かした資料を載せる。この時も面が崩れないように注意する。飼料溶液を、シリカゲルに染み込ませ、展開溶媒を流し、カラムの出口から出てくる液を、試験管などの容器に定量ずつに分ける。重力に従って適化させれば、オープンカラム、上からポンプ等で圧力をかければ、 フラッシュカラムとなる。容器を入れ替えるときは、流出を遅くし、滴化と滴化の間で素早く交換する。流出を止めると拡散が進み、分離能が低下してしまう。写真のような溶媒ダメを用いると、溶媒を交換する手間が省ける。小分けにした液を毛細管で TLC に打って、分離しているか確認し、同じ RF 値を持つものを集めて濃縮する。 フラクションコレクター装置を使うとより便利である。うまく単一の化合物になっているか NMR 等で確認する。化合物によっては溶解性が低く、ジクロロメータンなどにしか溶けないにもかかわらず、それらの溶媒では RF 値が高すぎて十分に分離できないものがある。そのような場合、ジクロロメタン溶液をシリカゲルなどの少量の単体と混合し、 エヴァポレーターで溶媒を止めさせて吸着させる。これを蒸気の方法で作ったカラムに乗せ、平気酸などで展開させる方法がある。これをまぶし、カラムという、HPLC カラム HPLC の装置における分離を行う場。もしくは、消耗部品。一般的には、微細な魔球状の多孔質シリカゲルをステンレス製の管に充填したものが多い。目的。 分離手法に応じて様々なタイプの HPLC カラムが存在する。下記に代表的なカラムメーカーを歴史する。ありがとうございます。